さん、こんにちは。私たちは京都外大西高等学校茶道同好会です。今から私たちの部活についていろいろ紹介していきたいと思います。私たちはいつも高校の隣にある京都外国語大学のキャンパス内の茶室を借りて活動をしています。週に 1,2 回外部から茶道の先生に来てもらい、お菓子やお茶のいただき方、正しいお茶の立て方、お点前などを教えてもらいながら、お茶を飲んでくださるお客さんを一番に思いやるおもてなしの精神を学んでいます。部員は3年生が2人、2年生が1人のたった3人という少ない人数ですが、みんな仲が良く、お互いのお手前を見ながら間違った箇所を指摘し合い、楽しく真剣に部活動に励んでいます。例年は文化祭に参加しお手前を披露したり、留学生と一緒に茶道をしていますが、今年はコロナのためできなく、毎週茶道のお手前を丁寧に練習しました。文化祭では茶道部全員で生徒や保護者の方たちをお客さんにお迎えし、今まで部活で培ってきたお手前の実力を発揮しています。外大西にはよく留学生が来るので、茶道同好会に招いて日本の茶道を体験してもらっています。茶道フェスティバルではたくさんの学生とともに文化や考えを学び深めていきたいと考えています。そして近年はコロナ禍の影響で思うように活動ができなかったり、留学生にお茶の文化を伝える機会がなくなってしまったので、今後はまた再開できることを楽しみにしています。以上、京都外大西高等学校茶道同好会でした。